こんにちは、僕節右衛門です。今回は木枯らしめぐる愛の名を実況したいと思うよ。いきなりドラえもんキャラで進めてきたけどさ、全然似てないよな。やっぱ似せようとしても似てないのでさ、俺はモナカちゃんの声を当てとるだけなのにさ、ドラえもんに似てるってコメントが前回に来たけんさ、もうようわからんのよな、視聴者さんの感覚が。というわけでさ、ちょっとドラえもんの話でさ、ちょっとスルーしそうになったけどさ、これ見て、今の杖定の闇っていうタイトルやけんな今回。杖定の闇ってタイトルやけんな今回。なんなん杖定、何か起きるんか、闇落ちするんか、どうした。まあいつも闇を抱えとるようなもんが常定やけんな。闇イコール常定やけんな。ようわからんけどさ、いや始めます。続き、セレイカはさすがだよね。そうだね、先生みたいだね。さてと、マナカはまだやることがあるんだっけ。うん、まだちょっと。俺が手伝うことなら手伝うよ。衣装のことだからね。大丈夫だよ、ありがとう。そっか、じゃあ俺は帰るわ。あ、その時教室のドアが勢いよく開いた。どうした。よかった、白井まだいた。息を切らしながら入ってきたのはヤスだった。あ、どうしたヤス、お前病院行ったんじゃないのか、大丈夫。5針ぐらい縫わんかったんかな。たくまに蹴飛ばされて。あれ、ヤス君まだ残ってたんだ。まだ生きてたのか。どうしたの、何があった。白井さん、俺が作ってたあれどこにあるか知らないか。あれヤス、あれってゴミのことか。あれ、ほら、あのガラクタみたいなやつ。あ、あれか、あのゴミか。ポン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 、ヤスが一生懸命作っては積み重ねていた小道具を思い出す。それだー。でも知らないよ、ごめん。あんなゴミのことなんかいちいち覚えてられるか。そうか、いつからなくなったかなかったかわかる。いや、俺さっき目が覚めたから。いや、今まで気絶しとったやな。そうか、まあ、たくまやけんな。たくまに吹き飛ばされたけどしょうがないよな、やつ。もう片付けも終わっててけど、どこにも見当たらないんだよ。俺もヤスを保健室に運んでからは自分の作業で手一杯になっちゃったよ。確か片付けの時にも見た覚えがない。俺たちがいなくなってからすぐに消えたって可能性が高いのかな。あ、どうしたモナカちゃん。え、モナカちゃん、いきなり腹痛、え、下痢、大丈夫かモナカちゃん、どうした。え、もしかしてしずくちゃんに妹に変なもん壊されたんじゃん。その時話を聞いていたモナカの表情がこわばった。モナカ、どうした。お手洗いに行った方がいいじゃないのか。黙っていた方がいいよ、女の子だから。お、マナカは無言のまま教室を飛び出していた。マナカ、あいつこんなになるまでトイレ我慢しとったん。いくらちょっと女の子でみんなの前で行くのは恥ずかしいって思いながらもさ、ちょっと行った、出すもんは出した方がいいよ。何が起きたのか分からず、俺たち二人は呆然となる。あ、その時体育館でのマナカの一言が脳裏をよぎった。何？もう戻らなきゃなんだけど、ついでだからこの辺りのゴミ持って行っちゃってもいい？そういうことか。え、なんだ、マナカちゃん本当にあるゴミ扱いしとった。いや、え、マナカちゃんちょっと感性ひどすぎませんか。結構頑張って作ったもんゴミ扱いしてるんだマナカちゃん。ひどごめんヤス、また明日。マスオさん出てきた。ヤスオさんや。ヤスのマスオさん、略してヤスオさんや。そう言い残し、俺もモナカを追って教室を飛び出した。教室飛び出し、グラウンドの脇に併設されたゴミ捨て場に着くと、やっぱりモナカの姿があった。モナカ、声をかけられ、マナカは一瞬肩を震わせた。おいおい、
マラカちゃん、トイレはこっちじゃないぞ。あ、どうした？え？ハルヒト！マラカちゃん、もしかして漏らしたのか？私、バカだ。俺の方には振り向かず、マラカは積まれたゴミ袋をガサガサと探る。俺も一緒に探す。まだ手のつけられていないあたりのゴミ袋に手を伸ばした。袋は外から中のは見えないため、一つ一つ開けて確認するしかない。ゴミの回収はいつ？多分もうすぐ来ちゃう。じゃあそれまでに絶対見つめよう。見つめようじゃないわ、見つけよう。マナカと二人で一つずつゴミ袋を開けては閉じてを繰り返す。私何やってるんだろう。昨日も今日もその前もみんなに迷惑ばっかり。そんなことどうだっていい。見つければ何も問題じゃなくなるんだから。うん。そして全体の半数ほどのゴミ袋を開けたとき、あった、あったよ、マナカ。俺は小道具を袋から取り出すと手を挙げて大きくかけた。え？よかった、よかったよ、ハルヒト。うん、どこも壊れてないみたいだ。この袋だけで全部なの？うん、一つにまとめたからそれで全部だよ。よかった、ハルヒト、本当にありがとう。ごめんね。いいって、見つかったんだから。それより開けた袋を閉めとかないと。あ、そうだね、急がなきゃ。あ、待って、ヤスに説明せずに来ちゃったから、もしかしたら待ってるかもしれない。そっか、何も言わずに飛び出してきちゃったんだ。きっと不安なままだなんだよね。ここは俺がやっておくから、マラカは先に行っておいで、トイレに。ハルヒト、うん、じゃあ行ってくるね、トイレに。ありがとう。ま、今頃トイレに行ったって間に合わないものは間に合わないけどな。はっ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 は。マラカは小道具を抱えて駆け足で校舎に戻っていった。え、ドラえもん、ドラえもんどこ行ったって言ったってさ、ドラえもん最初からおらんかったけどいや、ドラえもんおらんかったけどな、最初から。え？え、マジ何言ってるの？なんとかなってよかった。なんか疲れたな。でもモナカはこれまだこれから仕事が残っているんだ。俺だけ値を上げるわけにはいかない。いや、モナカちゃん仕事量多すぎだろ、さすがに。もうブラック企業やん、こんな。教室の前までたどり着いたとき、中から話し声が聞こえてきた。マナカとヤス？え、ヤス、もしかしてお前、マナカちゃんに告白しようとしてるな、お前。やめとけ。俺のマナカに手を出すな。あ、あれ？あれ？ヤスじゃない。え、セリカちゃんも俺で。話していたのは、マナカとセリカだった。おかえり、白井くん。あれ？なんでセリカちゃんおるの？ああ、セリカもまだ学校に残ってたんだね。ツネはどうしたの？そうだよ、今回のタイトルさ、ツネサダの闇やけんな、お前。ツネサダがおらんかったら始まらんぞ、お前。帰って練習しているはずよ。帰らせたんか、お前。おいおい、ちょっとセリカちゃん、今回のタイトル知らんだろ、お前。今回のタイトル、ツネサダがおらんかったら成り立たんのにさ、何お前帰らせそんな、お前。おいおい。ダメや、お前。連れ戻せ。伝えることは伝えてきたから、これで使い物になれなかったらどうしようかしら。そっか。あ、そっか。演劇指導も大変だね。マラカ、ヤスはもう帰ってた？うん。待っててくれたから、ちゃんと渡せた。え？マラカの元気がない。あ、まさかマナカが漏らしたことをヤスにバレたな。これはやばい。さっきまでの表情とはまた違うけれど。それでマナカどうするの？もう欲張ってはいられないわよ。
ごめん。なんか空気も気まずいし、どうしたん？これはどういうことに対してセリカちゃんは言うのかな？な、何かあった？これ。なんか書類、すごい書類出てきた。何これ？備品、なんて書いたのこれ？備品中、申告書か。申請書か。まあそういう系のやつよな。それは今日までに承認をもらわなくてはいけなかった申請書よ。マナカが出すって言ったんだけれど忘れていたようね。ああ仕事が忙しすぎて忘れるパターンのやつじゃ。俺よく仕事であるわ。2日に1回はあるわ。うん、二森先生が気づいてくれて私のところに持ってきたわ。ごめん、本当にありがとう。そうだったんだ。いや、真中ちゃんさ、オーバーワークすぎるんよな。いや、こういうことぐらいさ、得意な人間に任せとけばいいのに。で、でもセリカ、なんか言い方が冷たくない？ありがとうで済む話じゃないの。俺が口を挟むと、セリカは少し不機嫌そうに目を伏せる。あ、ごめんなさい。僕がちょっと出すぎました。許してください、セリカ様。私だってそんな言い方したくないわよ。でもこのままじゃきっとみんな後悔するから、そろそろマナクにはちゃんと考えてもらわないと。ああ、セリカちゃんの言うこともわからなくもない。ちょっとオーバーワークすぎるんよな。マナカ、自分でもわかってるんでしょ。最近あんた失敗ばかりじゃない。こういうことはどんどん積み重なっていくわ。わかってる、気をつけるから。マナカが独り言のようにつぶやきながら謝る。マナカちゃん、ちょっと一人で抱えすぎとんよな。それがいいところっちゃいいところやけどさ、今は悪いところに響いとるの。気をつけるにしたって限度がある。周りがサポートできることになって限界がある。今のままだとね。セリカ、こんなマナカの姿見ていられないのよ。残念かもしれないけど、少なくともキャストは降りた方がいいわ。キャストは降ろしたらダメ。キャストは降ろしたらダメ。ハルヒト君とマナカちゃんのフラグが立たなくなるから、キャストは降ろしたらダメ。やめて、それはやめなさい、セリカちゃん。だから私が一番のヒロインいただくわみたいな感じのセリカちゃん思惑ダメ。待って、最後までやらせて。ここまで来て投げ出すようなことはしたくない。そうだ、マナカちゃん、もっと言ってやれ。そうだよセリカ、変更するにしたってこれから調整するのは大変だよ。今のマナカに任せるよりはマシよ。わ、セリカちゃんがもう鬼モードだ。私はマナカ。ちょっと何？どうした？おい、ちょっといきなりオペラ風の BGM 流してさ、それっぽい演出になったかのごとくさ、ちょっと光の当て方やめて、ちょっとこの夕日の当て方やめて、ちょっとちょっと演出入れてくるやめて、セリカちゃん。そういう技術身につけたな、あんた。オペラっぽい感じになってるからやめてよ。いつまであの時のことを引きずるの。え、声を荒げるセリカにマナカの息が詰まった。あの時あんたが演劇を提案したってことはそういうことなんでしょう。セリカちゃん、なんでセリフが演技、あ、オペラ風の 歌っぽいセリフになったの。それを察したから私だって頑張ろうと思った。真中を応援しようって思った。でもただの焦りにしかないなっていないなら、また失敗するに決まってる。あんたは自分のためにやっているのかもしれないけれど、みんなはあんた一人のために頑張っているわけじゃないのよ。セリカ、言い過ぎだ。俺が思わず制すると、セリカはハッとしたように我に返った。セリカちゃんだって言いたくはないんだろうけどさ、今の現実ってのがちょっと目の前には見えたんだろうな、セリカちゃんには。私は
マナカは何か言ってかけるが、すぐにまた口ごもる。てか、あの時とか言おったの、セリカちゃん。なんか、マナカちゃんの過去に何かあったんかな、これ。とにかく、ちゃんと考えて。そんなんじゃ、誰もついてこないわよ。セリカは吐き捨てるようにつぶやくと、教室から出て行ってしまった。私は、そんなつもりじゃ。わかってるよ、マナカちゃん。マナカちゃんが、まあ、みんなに迷惑かけるつもりでやいよるわけじゃないのはわかってるけどさ、やっぱちょっとさ、一人で囲い込みすぎないよな。マナカ。はい、終わった。あ、つねさだわ。あ、おい。おい、つねさだわ。え、タイトル詐欺もら引きずってくるか、お前。帰り道でのモナカは、刺繍無言で俺が声をかけてもうつむいたままだった。珍しいな。信用セリカにあそこまで言われたことが相当答えたらしい。あの時のことを引きずっているか。俺はベッドに横になり、一息つくと天井を見上げた。小学校最後の行事。それは演技での発表会だった。あの時も今と同じように、俺たち4人は同じクラスにいた。今回のように4人ともが先導するわけではなかったけれど、クラスの中心のモナカは、その時も率先してみんなを引っ張っていたっけ。その頃からモナカちゃんリーダーシップ発揮しとったんだ。カリスマって小さい頃からカリスマなんだな。でも、お?めっちゃ泣いてる。本番、マナカのセリフ忘れをきっかけに、劇は準備の回で失敗に終わった。はあ。誰かが泣き、誰かが怒り、今となっては誰だったかは思い出せないけれど、劇が終わった頃には誰一人笑顔の者はいなかった。子供ながら、終幕時の拍手が心に響く、痛く響いたことを覚えている。そんなことあったんじゃ。あの時の後悔をマナカはずっと。演劇という意見がマナカから出た時、俺はどうして何も気づけなかったんだろう。いや、小さい頃だったけんな。あれから5年経つんだろ。そういうことがあったんじゃ、マナカちゃん。だからちょっとオーバーワーク気味にもなるんじゃな。過去の失敗をどうにか取り返そうと自分なりに頑張りを感じなんじゃ。はあ、向き合おうとしたんやな、過去に。セリカの話を聞くまで、どうして忘れていたんだろう。思い起こせば、意識上に帰ってきてから、自覚のないうちに忘れてしまっていたことが、いくつかあった。なんとか様ってやつやな。なに、からなし様だったっけ?からしな様か。あれ?その、なんつか、おったな。それも忘れとったしな。絶対忘れない思い出だと思っていたのに。もしかしたら他にもあるんじゃないかと思い立ち、少し怖くなる。とはいえ自覚がないから、今考えても仕方のないことだ。それよりも分かっている問題を解決しないと。マナカがあの失敗を払拭したくて頑張っているなら、なおさら俺たちも協力しないと叶わないはずだ。とりあえず明日常に相談してみよう。あ、ようやく常に出てきたぞ。おい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 。もう今回、常メインストーリーみたいなタイトルになりながらさ、どっちかって闇が見えてきたんは、マナカちゃんの方やけんな、おいおい。常さだよりも、マナカちゃんの方が闇見えてきとうけんな、おいおいおい。翌日。今日から芝居の稽古は体育館で行うことになった。わーおやったーセリカちゃんとツネもジャージだな。あれ?けどなんだろう。あれ?マナカちゃんが前回のパーティーで着とったジャージとさ、一緒なんだろうけど、なんかちょっと違うような気がするな、色合いが。チャックの色こんなんだったっけ、マナカちゃんの時。それはいいとしてさ、やっぱセリカちゃん細いな。細いな、セリカちゃん。うわ。羨ましいだろ、視聴者さん。何がだろう。セリフ合わせてだけでなく、実際に舞台での動きも確認しながら行うためだ。
わしが夕刻まで待たせると思うのか。キリサメ様、淡々と取り組むセリカさんのセリカだったが、やっぱりどこか覇気が感じられなくなっている。昨日のこと引きずっとるな。ちょっとセリカちゃんの中でもなんであんなに強く打っちゃったんだろうって思っとる感じだろうな。ぐちょ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 、あ、闇感じる。これ闇感じるわ。このセリクのできるよ、闇感じるわ。噛んだ、ごめん。セリカちゃんとしてもさ、注意するどころじゃなくなってきとんか、これ。やばい。モラカちゃんがちょっと落ち込んだのにか、ちょっと伝染し始めとるんじゃないか。やばい、負のスパイラル入ってきとるぞ。あ、じゃあ、今のところもう一回。続けましょう。今はセリフじゃなくて、立ち位置の確認だから、どうだっていいわ。昨日以来、セリカはモラカと目を合わせようとしなくない。そうだね。じゃあ次のシーンに行こっか。やばい空気。マラカの方もセリカに対してどう接していいか分からなくなっているように見えた。わあ。休憩時間、俺は常に話しかけた。常、あの二人どう感じる？マラカとセリカ？あ、うん。気まずくて吐きそう。吐きそう？え、つね、お前3日に1回吐いてるじゃん。何今さら。それがどうかしたの？お前さ、お前ようそんな涼しい顔で折れるな。お前知らんかったとはいえ、ちょっとすがすがしいくらい涼しい顔しとんな。お前今の状態が分かってないけんかな。いや、どうかしたって。なんだ、じゃあ常も気づいていたんだね。そりゃあね、明らかに何かあった感じっしょ。あ、断然モラカちゃん推しか。俺どっちかっていうとセリカちゃんの方が好きなんやけどな。なんかクールでさ、でもさ、猫出てきた時のさ、あのデレた感じも可愛かったよな。うん、ハルは何か知ってるの？あ、うん、ちょっと常にも話を聞きたくて。俺は昨日の出来事を常に話した。あ、話したって言ったって。漏らしたことは話してないよ。モラカ、本当だよ。確かに昔そんなことがあったね。うん、でもごめん、正直あの時の記憶って薄くてさ。忘れたい記憶なんじゃ。一番忘れたいモラカちゃんなのにさ、お前がバリバリ忘れてきたんやな。なるほどな。俺はどっちかっていうと発表会に消極的だったとは思うし。はあ、小学校のこの常は今の明るい性格とは反対に、おとなしくて主張の少ない子供だった。いや、明るい、まあいいや。マラカやセイカのように印象深く残った出来事ではなかったのかもしれない。そっか。うん、俺がもう少し早く二人の気持ちに気づいていればよかったんだけど。いや、それは考えすぎっしょ。二人の思うところなんて結局二人にしか分からないんだから。そうよな、それは確かに。ちょっと年頃の女の子やけんな。常は俺のことを心配してくれてか、フォローを入れてくれる。だって俺たち二人とも忘れちゃってたくらいっしょ。お前軽っ。お前軽いぞ。なんかこの表情といってさ、ちょっと涼しくて軽い感じやめて。ちょっとこっちは真剣に考えてるんです。そりゃあそうだけど、事情を知ったからには何とかしたいよ。だね。知ってるのと知ってないのじゃ話は別。俺も居心地悪いし、どうにかしたいと思う。そう言うと常は目を伏せて少し考え始める。よし、わからん。あ、お前殴るぞ。お前お前どこが強さだの闇じゃ。お前全然闇抱えてないやないか。むしろすがすがしいぐらいの笑顔見せてんじゃないわ。お前タイトル詐欺やもここまで来たらさ、ちょっと制作者みたいな感じやけんな。はぁ、ほら、ハルヒト君やってはぁってなっとるやないか。お前
とりあえず俺はセリカを何とかしてみる。一応あいつの考えはハルより分かってるつもりだし。それ自慢してるのか。お前ちっぽけな自慢だな。お前は。いやちょっと。だからハルは闇の深い方をよろしく。こいつ何が強さだの闇じゃん。お前闇からどんどん遠ざかっていっきょうやないか。どっちかって言うだろ。お前スネーは俺の肩を打った時パッと立ち上がる。スネーさん呼び止める隙もなく常はゼリカの方に駆け寄って逃げたー。あいつ逃げたーやっちゃいましょうぜ兄貴ってコメント来たな。そうだな、やっちまうか。どこで暗殺する？校舎裏に呼び出して殴るか、ドンキで殴るか姫ちょっとお話が。さ、そろそろ稽古再開よ。そうでしょまあ確かにこのあしらわれ方は闇を感じるな。じゃあ終わってからで。わかったわよ。スネらしいというか、なんというか、微妙な空気のまま稽古は淡々と進み、下校時刻となる。今日はここまでね。セリカは無表情でそう言うと足早に出口に向かう。お、ちょっとセリカ待って。杖も慌ててセリカの後を追い体育館から出ていった。頑張ってくれつね。俺よりもまだ闇の抱えてない方やぞ。モヌク今日元気なかったけど大丈夫？キャスの数人が心配そうにモナカに声をかけてくる。やっぱり周りにも気まずさは伝わってみたいだ。そりゃいつも元気なモナカちゃんがこんなにしょぼーんとしとるもんな。もうしょぼーの神様が出てきとうかもしれん。しょぼーの神様が。あ、うん、大丈夫大丈夫。いや大丈夫にめん。そう返すモナカの笑顔が分かりやすく引きつる。そうだ、気分転換いつもスイーツ屋さんでも行っちゃう？あーごめん、まだやることがあるから。いやモナカちゃん、いまだにちょっと自分で抱え込もうとしてるのか仕事を。でも学園祭が終わったら絶対行こうね。そっか、じゃあそれを楽しみに頑張るしかないね。で、あんたそれ誕生日でおごってもらうってことじゃないの？あは、バレちゃった。誕生日か。学園祭のことで頭がいっぱいになりがちだったけれど、そういえばモナカの誕生日は学園祭の次の日だ。あ、そうなんじゃ。え、なにこれ。え、これ絶対さ、ハルヒト君学園祭のさ終わった夜のさ高野祭っていうんかな、高野祭ってやつでさモナカと一緒にちょっとダンス踊ってさ、その時にさ、モナカ明日お前の誕生日だよな、一緒にどっか行かないかって感じでデート誘うだろ。お前絶対その流れだ。このゲームって結構恋愛ものの要素がちょっとだけやけど詰まってますからね。俺には分かる、俺には未来が見えるぞ。そういえばというほど気にしていないわけじゃないけど、とりあえずみんなで何か祝ってあげたいな。もうガンチは心配してるんだからね。まあそれはそれで喜んで怒ってあげるんだけどさ。やだね、ほんと調子いいんだから。それじゃあ俺たち帰るよ。うん、ありがとう、また明日ね。他の生徒たちもポツポツと帰り始める。マラカはそれを見送るとふーっと小さくため息をついた。やっぱりみんなの前でちょっと無理をしとる感じ。マラカ無理はしなくていいから。お前の誕生日プレゼントはこの俺だ。うん、ありがとう。多分こんな反応やけんな。いくらモナカちゃんでもこんな反応やけんなわかるか今のテンションの下がりっぷり。ハルヒトごめんね、またみんなに心配かけちゃってるね。いや大丈夫大丈夫、セネサとはこの5倍ぐらい迷惑かけてくるから。モナカが気まりの悪そうに言葉を流す。それはいいって。そういえば芝居以外の方では問題は出ていない？
これでさ、出とったらちょっとあれやな。うん、それぞれの作業もスムーズに進むようになったし、衣装もある程度目処がついたからね。もうみんなに任せておいて大丈夫だと思う。そっか、ならよかった。じゃあまだやることがあるってのは？あ、監督の方じゃなくて自分のお芝居の方だよ。遅れた分は自分で取り返さないと。ああ、そっちの話なんだね。うん、だから私はもう少し残ってやっていくね。春人もみんなと一緒に帰っていいから。いや、ダメだこれ、春人くんダメだぞ。帰っちゃ村香ちゃんと二人っきりで稽古っていうのがさ、また心の距離を縮めるんだぞ。春人くん帰っちゃダメだぞ。春人くん、エンターキー多すぎてさ、帰っちゃダメだぞ。分かった、じゃあ先に帰らせてもらうよとか言ったら、俺春人くんお前のこと一生恨むからな。村香はキュッと口元を引き締めると、舞台の方へ足を向ける。村香、お、これ名シーン出る、名シーンが出るか。だったら俺も一緒にやっていくよ。よく言った、春人くん、よく言ったぞ。え、俺の言葉が意外だったのか。マラカは驚いた表情で振り返った。え、いいよいいよ、春人は余分に練習する必要もないんだし。マラカが遠慮気味に手を横に振る。一人で稽古したってなかなか身につかないよ。それに俺は一番マラカとの掛け合いが多いから、少しでも合わせておきたいから。っていうか、君のことをよく知りたいから。それはそうだけど。それじゃあ時間もないし、早速始めよう。今夜は逃がさないぞ。春人、ありがとね。パラララー、マラカちゃんの好感度が3上がった。それからしばらく、放課後は毎日マラカとの練習が続いた。他のクラスメイトたちも時間があるときは俺たちに付き合ってくれる。ただセリカだけは俺たちの様子を知っても一度も参加してはくれなかった。はあ、どうなるんだろう。もう数日経っちゃったよこれ。こんな中途半端なとこで、中途半端ってほどでもないけど、中途半端なとこで終わります。これどうなる。数日後って出たってことはさ、結局セリカちゃんとの仲は全く戻らんまま数日だったってことよな。さあ、この数日後どうなる。てか、あと何日、文化祭まであと何日。ちょっと待って、これさ、準備とか早いよけどさ、これ文化祭の何日前から準備しようんだろうな。これちょっと待って、1ヶ月ぐらい前からやいよんこれ。ちょっとなんか話が長く続きよう気がするけどさ、え？文化祭までの日にち、そういうや教えてくれてないけどさ、おいらにとってさ、どう見ればいいんだろう、そのあたり。よう考えたら。そうよな。じゃあ、今回はこの辺で。次回あたり、セリカちゃんと仲直りしてほしいなって思うけど、まだちょっと引きずるんじゃないかなって思っとったり。まあ、そんなわけで。じゃあ、みんな、ご視聴ありがとうございました。来週も見てください。週上げ。くそ、この男と言ったら、タイトルに常定の闇とあるにもかかわらず、それを裏切るかのごとく、すがすがしい笑顔を見せてきやがって、ふざけやがって。